はい、こんにちは、アキトです。今日はね、プロテインね、おすすめの飲み方についてね、レクチャーしようかなって思います。以前ね、今飲んでるプロテインの紹介動画の中で、まあ、いつもなんだけど、チョコミントのね、プロテインをね、ご利用ししたんだけど、その中で、やっぱりシェイカーでね、こうやって飲むよりかは、ブレンダーでね、ガーって作った方が美味しいよっていう話をしたと思うんだけど、やっぱね、それだけでもね、すごい空気が入って、クリーミーな味わいになるんだけど、またさらにね、美味しい飲み方があります、実は。もうね、チョコミントシェイクみたいなね、マックシェイクじゃないけど、ほんとチョコミントシェイクみたいな感じに、ね、なる飲み方があるんでね、今日はそれをね、教えようかなって思います。まあね、もちろんね、チョコミントプロテインじゃなくても他のプロテインでもね、美味しいと思うんだけど、まあ、僕はね、チョコミントが好きなので、今日もね、チョコミントで作っていこうと思います。で、まず準備するのこのチョコミントプロテインパウダー、まあもちろんね、これ使うんだけどね。で、ここにこのブレンダー、まあミキサーでね、用意してもらって、で、普通にね、ミキサーに水入れちゃってください。水はね、水の分量はもう任せます。好きな量、いつも飲む分量入れてください。で、この中にプロテインパウダーを入れてガーってやっちゃえば今まで通りなんだけど、今日はね、今日はまず、まあ、昨日ね、プロテイン、チョコミントのプロテインをあらかじめ作って、それ凍らしたものがあるんだよね。それをまず入れて一緒にシェイクする。それだけでね、もうめちゃくちゃうまい。もうね、こんな感じ。これだけですげえうまそうだよね。下にチョコが溜まってんだけど、今日はね、これ半分ほど使います。これ普通の氷、ね、見て、こんなもん。で、ここに普通にね、チョコミントのね、プロテインパウダーをワンスクープ入れて、もうね、超簡単。あとはね、これをね、ブレンダーで、ミキサーでね、ガーってやるだけなんだけど、はい、いきます。こんなもんかな。そう、これがね、完成したチョコミントシェイク。うまそう。じゃあいただきます。あ、うまい。ちょっとね、今日水の量が多かったんだけど、これ水の量をもっと少なくすると、マックのさ、シェイクわかるかな。マックの、ほんとマックシェイクみたいな感じ。なんかちょっとアイスクリームまでは固まってないんだけど、あれがガーッと回ってね、ほんとこう、ちょっと溶けたような感じになるので、おすすめです。っていうね、ちょっとおすすめの飲み方の紹介でした。今日はなんかちょっとね、これ水多かったから、ちょっとサラサラしてるんだけど、普通の氷で作るよりかは濃くなるし、美味しく作れると思います。っていう感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。